はい、ルさんです、いつもご視聴ありがとうございます。はい、今日はですね、また内房の勝山にやってまいりました。ちょっとね、ずっと楽しみに、していたですね、丸イカ釣り、ようやっとね、私の住んでるあの千葉方面の方でもようやっと出船が始まったということで、今年ね、あの神奈川方面の方はだいぶ早いうちからいい釣果出てたんですけども、なんか千葉方面の方がね、いまいちあのイカが予定群れが入らなかったということで、なかなか出船があの始まらなかったんですけども、ようやくですね、始まったということで、もう丸イカ釣りね、あの毎年私大好きで楽しみにしたんですけど、今年はちょっとスタート遅かったんですけれども、まあなんとかね、まあ今日一日、楽しくね、釣りをしていきたいと思います。はい、それでは本日も一日よろしくお願いいたします。はい、じゃあですね、本日使うタックルの方をご紹介していきたいと思います。まず竿の方ですね、こちらがダイワの、マルイカ X ですね、これの SMH155 という竿ですね、マルイカのゼロテンション用の、専用の竿になります。これに、リールの方がダイワのプリード、プリードですね、 150SH 左ハンドルのものです。これにラインの方が、P の 0.85 を 200m 巻いてあるという感じですね。でリーダーが、3号ですね、3号を、1広半つけております。実際の仕掛けですね、7本スッテを使ってるんですけれども、こちらこちらが一番上ですね。一番上から1、2、3、4、5本まで、ここまでが、直ブラ、ごめんなさい、直結ですね、直結。で、こっちの、下2本ですね、こちらが直ブラという、直結と直ブラのハイブリッドの仕掛けになってます。で、一番下、重りが、50号の、スカリーですね、まあ、落下速度を優先して、こういうスカリータイプの重りを使っております。はい、ポイントの方をね、到着したようなので、ここからちょっとイカを探していく感じですね。で、丸イカ釣りで大事なのは、もう船長の投入の合図があったら即投入すること、これにつきますね。ちなみに、見えますかね、今日、片原取りかじが私一人、大名釣りってやつですね。触らない。早い。合図があって速で投入してんだけど、イカの移動に追いついてないですね。多分刃物、イカを食べてるような魚に追っかけられちゃってるのかもしれないですね。乗った。着乗りですね。乗った。もう着底一発が勝負ですね、合図が出て。麦だ。
麦イカ、スルメのちっちゃいやつですね。とにかくこういう今日みたいなあのイカの移動が早い時ってのはまあよくあるんですけれども、もうとにかくね、あの船長の合図が出たら即座に投入する、これが一番大事なポイントですかね。もうとにかくあっという間にイカが移動しちゃうので、もたもたしてると仕掛けがそこにね投入する頃にはイカがいないなんてことになりかねないので、もうこの移動中の間にもう投入できる準備をしっかり整えておいて、合図があったらすぐ投入すると。で、仕掛けもそうですね、あの投入落下のスピードが速くなるように、重りもできるだけ沈下速度の速い形状のものだったりとか、細いラインを使ったりとかね、そういう工夫は非常に大事になりますね。麦じゃないかな。いや、俺は丸だと思った。本当に？あ、丸だ。はい、はい、どうも。どうもです。おめえ丸いか。結構いいサイズでしたね。危ねえ。あの知らんねえ。すんげえ当たる。うわ、しっぽん。あー、乗せらんね。よし、乗った。二つ、丸と麦で一杯ずつ。よし、いい一つ。すっげえ重い。麦か？丸だったらでかい、もしくは縦掛け。ああ、縦掛けですね。麦が一つと、丸が一つ。ダメだ。はい、やめとこう。昭和早いからね、あの技術も。やばい、下手すぎる。
かけらんね。はい、上げろ。ダメだ、ちょっとね、まあ、ダメだ、下手すぎる。あー、バレた。マジか。あー、抜けた。マジか。食われた、食われた、食われたね、魚に食われたね、今のね。ゴン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 って当たったから。乗りよいしょ。あー、麦だ。重い、すげえ重い。立てんかこれ。あ、めっちゃグイグイ引くな。足一本なのかもしんない。とこれは慎重に巻いてこないと危険。ものすごいグイグイやってるから。丸だったらでかいか、立てん。よし、2つ。はい、はい、どうも。2点掛けでしたね。はい、ということで起き上がりになりましたね。本日の釣果は、トータル15杯かな。丸イカが11杯と、麦イカが4杯という結果でした。じゃあこれから片付けてね、また港の方に向かいます。ね、釣り上がってきたらね、カレーをご馳走していただけるんですよね。このカレーが美味しいんだよね。今日はトウモロコシもあります。いただきます。はい、どうぞ。はい、これね、サービスでいただけるんですよね。じゃあ早速いただきましょう。はい、ということでね、港の方戻ってまいりました。本日の釣果はですね、丸イカが11杯、
それと麦イカが4つで計15杯ということで、一応まあ乗船してた方が少なかったからというのもあるんですけどね、一応竿頭いただきました15杯で。ただですね、個人的にはちょっと課題いっぱいだったかなと思います。前半はね、まあ、そこそこいい感じで釣れてたんですけれども、後半ね、当たり全然ちょっとかけられなかったりとか、かけても足一本で上がってきちゃったりとか、まあ、個人的にはちょっと課題の残る兆候だったかなと思います。まあ、この船のね、常連さん、丸イカの名人クラスの人が来たら、多分私の倍以上、3倍ぐらい釣ってたかもしれないですね、今日はね。まあ、たまたま乗船者が少なかったから、いただけたというだけで、まあ、非常にラッキーだったかなと思います。はい、とはいえですね、まあ、今季初丸イカということで、まあ、そこそこ数も釣れて、非常に楽しめました。はい、非常に楽しい一日でした。はい、本日はですね、内房勝山の万栄丸さんにお邪魔させていただきました。またいつものようにですね、撮影の許可と掲載の許諾いただきましたので、このような動画を撮ることができました。ありがとうございます。感謝しております。はい、またですね、次機会があればね、このような動画どんどん作っていきますので、お楽しみにしていただけたらと思います。あ、それとですね、あと多分この辺にですね、チャンネル登録のボタンがあると思うので、もしよろしかったら、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それじゃ、バイバイ。